競技開始。あ、グッチさん勝った。勝ちました。じゃあ進出ですね。よかった。私もダメダメです。さっき二度タッチじゃない、アウトの打ち入れからタッチしちゃった。しかし勝った。でも勝ったんです。そうです、一応上がり。あとは、まあ、一応待ちですか。いや待ちじゃなく上がり、理論上上がったんです。圧勝、はい、僕の反則にもかかわらず。3番、はい、後ろからすみません、はい、沢田さん6番。ここは注目らしいです。それの注目です。いいよ大丈夫。5番6番第2ゲート。ほら、9秒で9番。9番。うん、2頑張るか。さっき何対何だ。あ、うちですか。はい、10番。14対7。普通の勝負。14点切る。気持ち上がってる。ボールの右から甘くていいですから。お願いします。ナイスショー。いいとこだ。ナイスボール。出てくる。7番。4番、大事ゲート。
これこんなことで絶対不正評価じゃないかな、ね、どうですかね、どうなるかちょっと終わってみないと。3番第2ゲート通過。甘くていいんじゃないの、全部いるよ。10が向こう、ねえ10が向こうにらめるでしょ。よくスパスパ通るね。通過で5だけ頑張るかって、まず通過を頑張るかだからね。和田さんが立てるかどうか。8だな。3番はい、5番お願いします。あれ、向きが繋げばいいから繋ぐんだ。
ここでつなぐのはやっぱ技術があるってことだ。いや、いいナイスつなぎですよ。うまい、ちゃんとリカバリーを。この8もね、分かんないですよね。やっぱうまい。いや、むしろ出る。危ない。うん、まだいかない。カノオくん、1に頑張って、とりあえず。まあ、中の通過タッチってことなのかな。中通過ってことなの。うん、そうじゃないと自分がね。甘くて OK よ。うまい。うまい。カノオ先生、うまいじゃん。向きにもこだわりますね。2回で勝ちが簡単な気がするけど、でも組むっていうことがね、組んだら2回でも11回、10はいけないね。どこもいけないんじゃないか。8に嫌や、これ。いや、通過タッチ欲しいから動かさないと。君は空いてたのか今。なんか危ねえ。ちょっと怒っちゃうぞっていう言い方は。キューバ。ユウさん、三連勝だったか文句ないじゃない。うん、え？三連勝だろ。そうそう、三連勝で残っちゃうぞってひどい言い草です。堂々とリーグ覇者として出ていたんだけど。
いや、つば3メートルしちゃうぞ。いや、なんでしちゃうの。しちゃいけないくらいで。カッパ持ってきてないと。帰れればいいで、負けたから。マジで、マジで。15分前。あ、でも中途勝ったの。あ、勝ったで、これからか。勝ったらしいです。黙ってね、勝った。で、ブレイブも勝ったらしいね。はい。で、俺らだけだ。俺らとウィンジったらだけだ。早く帰るわ。パーソクついてるうちに。距離だけ頑張れよ。今年はみんな残ると思ったんだよな。これも残って見てミドルが残って終わりだと思ったんだけど、リーチが確かこっちと確かこっちも残ったよ。あ、見つかったんですか。見つかった。ボール最後ボール4つでボール4つで日本球で勝ったんですか。あの2番のやつ4番のやつをバタバタやってんだよ。当てがある。俺らも最後勝つことは勝って1点差でしかれんなんだよ。うちのチームこういう指示できないからね。左下向けやっぱこういうコートだと、あんま本番のスイートコートだとむずいよね。あ、セモンビー覚えた。久米君が当たるとこじゃ全部だな。この辺だったんで、福井が当たるとこだった。おっと、そこだっていいじゃん。あ、いいボールゴロ。あ、もう十分だ、うん、ショートだよ。ロングで長いわ。福井の当たる位置だったら長すぎるわ。長くて悪い。もっと短くしなきゃ。あ、もっと手前じゃない、こっちじゃなきゃ。ロングタッチじゃないとダメと。確かにバラバラになってきたけども、ネタ切れた。ただ、うん、つけ玉という攻撃はできる。うん、あと押し切りになっちゃうよね。点数がどうか。そうなんだよ、もう押し切りになっちゃう。あと未通過がある以上さ、簡単に触ってない。7番が未通過だから。あれ、やばい。あ、ここ出たよ。これだよ。これやばい。さっきのね、タッチの外した感じだと回らないそうではあるけど、マッチ下がりだけどね。あれだか。いや、これがどうだ。これだと悪い。いや、絶対でもないですよ。結構危なかったね。よかったね、止まって。こういうところでしっかり通ってくるのはさすがです。まあ、ここは絶対通らなきゃいけない。抜けてこんと、もう。やばい。頼む。手はどうすか。いいじゃん。この順番で見ていく。あのリーグで3勝すごすぎ。あのリーグで3勝とか。おお、クイチがつながってんだよね。これはちょっと、これでもやばいですね。点取れるから、うん、これは頑張れ。跳ねますよ、だから。大垣も興奮してますね。まあ、これはテンション上がるよ。この展開上がります。
10分前、次のリーグ戦第12試合に出場される B パートのチームはオーダー表を持ってチーム集合所にお集まりください。すげえギリギリだ。やばいじゃん、ちょっとやばい。こっちはもしかしたら PP になるかもしれない。まあネックは5番か。さん頑張れよ。うめえ。おお、なんという。あ、すいません。今撮ってるよね。疲れちゃうとね、1個取っただけじゃ全然ダメだった。押し切りから6が
2が3に行けるような感じで足入れてくれれば、そう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 、2が3に行くような感じで足入れてる、入りやすいのかな。5分前、まあ、あれはあれで結構時間的にもないからね。まあしょうがない。ちょっと打ち打ちの間が、まあでも通って通れればね、間入れるか。ああ、間とかそういうレベルじゃなくて、ああ打てるのか。ちょうど見えるのか。中から。22ですよ。もう単独で行ってもいいかも。バラバラと。まあタッチが早いけどさ。全然持ってない。グリーンムーン。よく頑張ったけどな。もう2で終わる。関東賞あげたい。55秒。フレンドニューイ使ったチームだから全然知ってもらって。どうも。ある。うまい。
これでも。競技時間終了。4番アウトボール。